皆さんこんにちは。あなたは好きな女性にレディーファーストな対応をしたことはありますか？恥ずかしくてそういうのできないという人もいるだろうし、普段からやってるよという人も中にはいるかもしれませんね。でも一般的によく耳にするレディーファーストな行動を実際にやってみても、相手の女性になかなか響かないと実感した人も少なくないと思います。実はそれにはちゃんと理由があるんですよね。今回の動画の中では、自然なレディーファーストのやり方とうまくできない理由についても詳しく解説していきます。理由をしっかりと理解した上で、正しいレディーファーストを覚えていってもらえれば嬉しいです。もしかしたら今日の動画でレディーファーストへの考え方も変わるかも。では今日も私と一緒に勉強していきましょう。1、理想的なレディーファーストとは。現代におけるレディーファーストの意味は女性優先ですよね。本来無意識に体が自然と動くレディーファーストが理想なんですが、皆さんあれこれ考えすぎて周りが見えなくなるレディーファーストをやってしまうことが多いようです。それでは結果的に相手の目には美しく映りません。例えばフランス人の男性を参考にしましょう。私の友達のフランス人の男性は生まれた時からレディーファーストが体に染みついています。当然のようにお花のプレゼントもくれるし、当然のようにメッセージカードをくれるし、当然のように重たい荷物が届いたら運んでくれます。育った環境が違いますから、私たちが彼のようになろうと思っても少々難しいのかもしれません。ただお手本にすることはできますよね。無理のない範囲で上手な人を見習うのはとても大事だと思います。2、レディーファーストが失敗するパターン1、そもそも求められていない。レディーファーストが失敗するパターン1つ目は、相手が求めていない場合です。最近の女性は特に自立意識が高いですよね。全ての女性が男性に何でもやってもらうことを当たり前と思っているわけではないんです。例えば目の前にある段差を気をつけてって言われることに対しても、足が上がらないとでも思ってるの？って逆に不快に思う人だって本当にいるんですよ。それくらい自分でできます、分かっていますと言いたげな、一見気が強そうな女性はレディーファーストをされるのが苦手かもしれません。また女性は夢中になっている男性に特別な対応をしてもらえると大事にされていると感じて嬉しいんですが、付き合うつもりがない人にされると抵抗する気持ちや遠慮する気持ちが生まれるんです。男性としては付き合うためにレディーファーストをするかもしれませんが、もしそれを相手の女性が、付き合ってもいないのに付き合いたいアピールが重たくて苦しいって感じていたら、全く逆効果ってことになりますね。3、レディーファーストが失敗するパターン2、行き過ぎた内容。レディーファーストが失敗するパターン2つ目は行き過ぎた内容です。基本的にレディーファーストをしてもらえて喜ぶ女性でも、そこまでしなくてもいいと思うパターンがあるんですよね。私が実際に聞いた話を今日はご紹介します。昔女性がベンチに座るときに、濡れているわけでも汚れているわけでもないのにハンカチを敷いてあげた男性がいました。女性としては、別に何も気にしないのにという率直な気持ちでやりすぎ感を味わったそうです。あとはエスカレーターに乗るときのお話もあります。男性が先を歩いていたので、女性は当然男性が先に乗るのかなと思ってワンテンポ遅らせたんです。すると直前に男性がピタッと止まってしまって、あれ？と思ったことがありました。その瞬間に男性がレディーファーストだからと言ったから、彼女はと思ったんだそうです。後からその意味を知った女性は半分納得しながら、でも後ろにも他のお客さんいたのに、その理由で一瞬渋滞を作ってしまったことの方が恥ずかしかった、他人を巻き込みたくはないよねと言っていましたね。レディーファーストを深く考えるあまり、周りが見えない瞬間って現実にはかなりあるんです。4、普段から自然にできる店内でのレディーファースト。椅子を引いてあげる、店内が寒くて上着を貸す、お会計を先に済ますなどが店内でよくあるレディーファーストですが、リアルな女性の気持ちを一つずつ解説しますね。まず椅子は女性の体調が優れない時や荷物をたくさん持っている時などに手伝う程度ならありだと思います。リアルな女心としては、そこまでやらなくてもいいよって思っている人が多いです。ウェイターさんがやってくれる場合ももちろんありますしね。あと店内が寒い時でも、わざわざ脱いでまで上着を貸してほしいとは思いませんよ。もし寒いのかもと思ったら、素直に一言、寒くない？って聞きましょう。
まずそうやって気づいてくれただけでも高評価になるので、勝手に行動する前にあえて聞くというのがいいと思いますよ。そして場合によってはお店の人にブランケットがあるか聞くか、トイレに行くついでに空調を調整してもらうように伝えましょう。お会計も割り勘かおごりか、お互いに迷うことがあると思いますが、基本的にあなたが全額払うべき時というのは、あなたが突然女性を誘った場合や、あなたが少し高いお店を予約した場合です。女性もこの時は払ってもらっても悪い気はしないんです。もちろんそれ以外でも払っても構わないのですが、女性が何度も自分で払いたいっていう場合はちゃんと尊重しましょう。本来価格帯を理解した上で2人で決めて入ったお店なら、初めから割り勘だと思っている女性が多いのは今の時代では普通です。中にはまだまだ男が払うのが当然でしょって本気で思っている女性がいるのも、だからといって恋愛関係にはならないよって割り切っている女性がいるのも事実ですが、自分の分は自分で払いたいと正直に伝えて、さっとお財布を出す姿勢があるくらいの女性の方が真っ当ですよ。賢い女性なら、おごってもらうのが当たり前だと思っている女は今の時代はモテないって把握していますしね。ちなみに店内で食事中にちょっと注意した方がいいのは、一口食べる？というやり取り。これは食べ物をシェアすることを常識と思う人と非常識と思う人がいる現実を覚えておいてください。もしあなたが好意があるからこそ食べてみる？と気を利かせていたとしても、元々の好意の有無は関係なしにして、ありえないと思う人もいるんです。またもしお互いシェアが常識だと思っている場合でも、相手の女性に綺麗な状態で食べさせてあげるくらいの配慮は必要ですよね。もちろん逆に一口ちょうだいって言ってくる女性がいるなら 100% ではありませんが、脈あり期待度が上がりますね。5. 普段から自然にできる外でのレディーファースト。次は車道側を男性が歩く、エレベーターのドアを押さえる、荷物を持つなどのよく言われるレディーファーストについて考えていきましょう。まず車道側を歩くだけが守る姿勢ではありませんよね。場所によっては自転車がぶつかる可能性もありますし、危ない時にさっと守るような瞬間的な動きの方がキュンとさせる効果が高いので、無理に車道側を選ばずとも周りを見ながら歩くことが大切です。また雨の日に車道側を女性に歩かせないのは正解ですよ。泥が跳ねて服が汚れちゃう可能性がありますから。エレベーターのドアを押さえているのはいいと思いますが、男性が先に乗っても問題ないんです。ただ混んでいるエレベーターの中では他の男性と女性を密着させない配慮がいいと思います。ちなみに先ほどもちらっと出たエスカレーターの場合は、男性が下側に立つことでいざという時女性を支えるという目的があるんですよね。なので上りと下りで立つ位置は変わってきますよね。荷物を持つことに関しては、困っているならフォローをするくらいで大丈夫。そもそも持とうかって気にして聞いてみる姿勢が大事なんです。レディーファーストを思い込みで実行して失敗するくらいなら、初めから意思疎通を図り、気になることを解決していく方がずっと現実的です。そうすることが自然とできる相手の方が現実的な彼氏候補になりやすいですよ。以上、自然なレディーファーストのやり方について解説してきましたが、どうでしたか？時代の流れ的にレディーファーストというワード自体が消える時もいつか来るのかもしれません。男性も女性も関係なく、相手をしっかり見つめて気持ちを想像していれば、結果的に相手を喜ばせることはできますよね。そして大切にされるべきなのは、女性の気持ちだけではなく男性の気持ちも同じです。ゆるうりチャンネルではいつも言っていますが、恋愛はお互い様ですよね。いつも見てくれているあなたならよくご存知だと思います。思いやりを持って周りを見れば、相手や状況に関係なく自然と親切な行動って生まれるものだと思います。でもそれでも好きな女性を特別扱いしたいと思うなら、相手の性格とお互いの関係性を見極めながら実践していきましょう。女性が喜ぶ特別扱いについては以前に別の動画でご紹介していますので、ぜひそちらも参考にしてくださいね。では今回の動画は以上になります。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。